部隊は、太王国国防省太王国海軍に所属する特殊部隊。1956年にアメリカ政府の支援とアメリカネイビーシールズでの訓練を受けて創設された。海上での対テロ作戦行動を担当する。第二次世界大戦時、連合国、通軸国両方に組みして戦っていた大王国海兵隊は、すでに小規模なエリート特殊部隊を組織していた。 この特殊部隊は主に船舶、建物、戦略拠点の攻撃、破壊工作、極秘任務の遂行を目的としていた。戦後、特殊作戦任務が続行され、訓練、装備の改善に伴い、最新の戦略を用いた任務遂行能力が拡張されていった。1952年、大国防省は潜水破壊部隊の創設を立案。国防省の代表団は、 アメリカ合衆国軍事顧問団の交換と会見し、部隊員の訓練を要請した。この会見に基づき、閣議により、太陽国海軍に部隊の訓練のための準備を行うように指示した。しかし、この時期に、アメリカ側で十分なインストラクターが確保できず、延期された。1953年、大海軍潜水破壊部隊と、 対警察航空支援部隊の基礎訓練を CIA のフロントカンパニーである C サプライ社創設が受注した。訓練は Z 島において1953年3月4日から開始されたが61日間の訓練で残ったのは7名の大海軍士官と8名の大警察士官のみであった。1956年大海軍は アメリカ合衆国潜水破壊部隊をモデルにした小規模戦闘潜水部隊を創設。1971年、部隊はアメリカ海軍機動教育支援部隊の支援を受けつつ、拡大開組され潜水破壊部隊と海軍特殊部隊の2小隊を創設した。志願者は7ヶ月の訓練を通過する必要があり、この過程はアメリカ海軍特殊部隊の訓練をモデルにしている。 個々とチームの持久力と適性を試すヘルウィークを行い選別し、最終試験を通過する志願者は、当初の志願者の30%にまで減少する。しかし、アメリカ海軍特殊部隊の訓練と比べたとき、タイの方が非常に暴力的である。海軍特殊部隊は、非常に機密性の強い作戦任務に投入されることが多く、注目にさらされることは少ない。 しかし、部隊は、カンボジア国境の小銭合いやタイランド湾内の海賊総統作戦などで任務を行っていると見られている。太陽国海軍潜水破壊部隊と特殊部隊は、捜索救難活動や太陽国海兵隊の訓練にも参加している。さらに部隊は、対国境地帯での緊張が高まる際には、当該地で情報収集活動も行っていると見られている。例えば、 1978年12月目コンカワで起きたラオスの共産主義勢力パテートラオとの紛争の際には偵察部隊として作戦行動を行った。さらに2010年にはソマリア沿岸のアデン湾に出没するソマリア海賊対策のために派兵された。また2018年にはタムルアン洞窟の遭難事故の救助を行った。 またその時元特殊部隊の隊員一人が潜水中に死亡した。このダイバーは軍装で退役したが功績を称え少佐に特進、白蔵君将君一等が授与された。2008年東南アジア対テロ協力訓練で H&K9 を装備した対応国海軍特殊部隊の隊員拳銃、編集短期艦銃、編集自動小銃、編集軽機艦銃、 編集狙撃銃、編集。ありがとうございます。